今日はこの後初めてのマレーシアでの脱毛サロンに行くことになっているので、事前の準備として足の毛をまずセルフで剃ってから行きます。スーパーナチュラルファミリー、ファクトリーズに行ってみたいと思います。レッツゴー、レッツゴー。日本製最新マシン、ホワイトニング光ダクト。よし、行ってみましょう。ハロー。問診票を書きます。So, continue a few times. Yeah. So, the recommended course is this breast pass. Oh, yeah. He makes this one. Who makes this one? Yeah. That one is on chest if you remember. Wow, the stick stands 2,500. Yes. Wow. So the first time is the 50% discount. How do you feel? No, I don't feel it. This machine is painless. Oh yeah. Compared to IPL. No pain, I feel. はい、ということで経過報告したいと思います。最初の足の毛の脱毛に行ってから2週間経ちました。果たして私の足は一体どのような状態になっているのか、ちょっと見ていきましょう。こんな感じ。最初は変わらないなと思ったんですけど、1週間ぐらい経ってから毛がポロポロどんどん落ち始めたんですよね。何もしてないのに不思議ですね。で、ちょっとつまんだだけですぐプチって抜けるんですよ。じゃあ本日2回目の脱毛いってきます。2回目の施術終了。 I finished my second time.私たちは AM スキンファクトリーズっていう脱毛サロンを選んだんですけれども、その選んだ理由としては口コミ評価が高かったから、料金が分かりやすかったから、日本人オーナーの経営でもあって安心感があったから、男性でも通いやすそうだったからの4つです。なんですけど、 AM スキンファクトリーズが採用している脱毛方法は光脱毛ではあるんですけれども、あの SHR 光脱毛っていう従来の光脱毛とはまた違った最新の脱毛方法なんですね。実はそれが結構重要だったんですけど、そこにはあんまりまだ気づかないまま最初 AM スキンファクトリーズにお邪魔しました。で、SHR 光脱毛って何っていうところなんですけれども、簡単にほどざっくり説明すると、痛くない、脱毛完了まで早いっていうのが特徴です。痛くない理由としてはこちらですね。どうやら通常の光脱毛は毛の根幹部分の
毛乳頭に光刺激を与えるに対して、 SHR 光脱毛は毛を作り出そうとするマルジ領域っていうところにこう弱い熱を繰り返し与えることによって蓄熱によってダメージを与えるから痛くないらしいんですね。どう？痛くなかった？痛くはなかったですね。痛いっていうよりどっちかっていうと熱いって感じですね。結構熱い？結構ね、熱い。それは何？耐えがたいの？いや、耐えがたくない。蒸したおしぼり当てられてるぐらいの感じ。あ、若干それ気持ちいいね。気持ちいいよりもちょっと熱いより。ああ、なるほど。で、熱いが人によっては痛いって感じるかもしれないってぐらいですね。まあでもね、私脇毛のレーザー脱毛してるんですけど、それバリ痛くて全身筋肉痛になるレベルなんで、まあ、それに比べると多分全然痛くないですね。気がついたら終わってたぐらいの感じです。あ、まあそのさっき言ってた、あのこれから気を作り出そうとするバリジ領域にダメージを与えるから、まあ、その今生えてる毛に直接効くんじゃなくて、これから生えてくる毛に効いてどんどん毛が弱くなってくるっていうことらしいんですね。なんで脱毛直後は特に変化はないんですけれども、しばらくすると効果が出てきます。2個目に挙げた脱毛完了まで早いっていうのは、従来の脱毛だと毛周期に合わせて脱毛する必要があるんですね。まあ1回脱毛しに行ったら次脱毛に行くまでに、まあ2ヶ月くらいかな、開ける必要があったんですけれども、 SHR 光脱毛は毛周期が関係ないんですね。で、今すっちゃんは実際2週間に1回のペースで通ってます。なのでその脱毛完了までの時間っていうのが圧倒的に早いです。まあ、他にもですね、 SHR 脱毛はこう肌へのダメージが少ないとか、いろいろ産毛にも効くとかね、いろいろすごいいいところ尽くしの脱毛方法なので、まあ、ちょっと興味ある方はちょっと調べてみてください。でね、マレーシアにも日本と同じようにいくつかその脱毛サロンというのがあるんですけれども、 SHR 光脱毛ができるのは AM スキンファクトリーズだけです。で、店員さんもですね、めっちゃフレンドリーなんで、すごいおすすめです。気になるお値段なんですけれども、今回ずっちゃんが契約したのは両足で6回コースで2500リンギット、日本円で言うと約66,500円。日本で SHR 光脱毛を行うよりめちゃくちゃ安いですね。安いですね。なんか調べてみたら、それくらいの回数を日本でやろうとすると、まあ、大体25万円くらいかかるみたいですね。男性の足の毛だとおすすめは大体12回から20回くらいみたいです。今回はね、まあ、ちょっと様子見として6回コースにしてみました。実際は初回トライアルで1回やってもらってるのでトータルは7回になるんですけれども、初回のトライアルは 50% オフで受けれたので500リンギットのところが250リンギットになりました。で、7回やってみて、もしまだやり足りないようだったら追加で行うこともできるみたいなので、まだ終わってからやり足りないなと思ったら、まあ、その時は追加でやってみたいと思います。そうですね、まあ、まずはね6回やってみようね。そうですね。そしてまた終わったところで効果のほどを報告したいと思います。楽しみにしててね。バイバイ。で、あ、興味ある方は概要欄に AM スキンファクトリーズのリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。バイバーイ。バイバーイ。アーティストのココナシ。AM スキン、めっちゃ南京錠まだかかっとるで。Nobody, it's closed. We will come Monte Carlo Woods 1 soon. You just changed now your location. Yeah. Maybe just put Monte Carlo shopping mall. Okay. I'll take just 10 minutes. 10 minutes? 10 minutes? Ah, okay. So,
Okay, I will catch the glove soon. ここはね、違う方です。さっき私ちゃんとどこってやった時にワンモントキアラの中に入ってるって言わなかったっけ？いや、言ったね。ごめん。違うわこれ。もうこれね、バンサー店でしたこれ。ちょっと急ごう。チャンネル登録よろしくお願いします。Please subscribe.